兄がサッカーをやってたのでその影響で始めました。小学校1年生の時にホンダ FC のスクールから始めました。セレクションが小3の時にあってそこが覚えてます。ホンダ FC です。最後の高円宮東海、高校受験がなかったんで、そのサッカーと両立してやっていく上で、まあ、高校受験がないんでいいかなって思ってきました、まあ、思ったよりみんな上手くて、まあなんかみんな優しくて、まあ、いい雰囲気だなって思いました。全員がそのチームのために頑張れるようにっていうのを目指してます。人間性とかをすごい大事にしてて、そういう人間的に成長できるのですごい僕はいいです。いい守備からいい攻撃につなげようっていうのをコンセプトでやってます。県大会ベスト16。